ミゲルデラ・マドリウルタードは、メキシコの政治家。1982年から1988年まで、メキシコ大統領を務めた。1934年12月12日、コリマ州の州と、コリマで生まれる。メキシコシティに移り、初等、中等教育を受けた後、1957年、メキシコ大学を卒業。1857年憲法における、 経済思想で法学志望を取得する。1953年メキシコ国立外国貿易銀行に入り法務部門で勤務した。1960年弁護士となる。メキシコ銀行経営顧問となる。1963年制度的革命党に入党。1964年から1965年までアメリカハーバード大学大学院に留学し、 行政学習士号を取得した。帰国し、大倉省に入省。大倉省信用部副部長となる。1970年に、メキシコ石油公社に移り、財務部副部長を務める。1972年大倉省に復帰し、信用部長を経て1975年10月大倉時間に就任する。1979年5月、企画予算省に就任。 有能なテクノクラートとして、メキシコの経済、財政に落腕を振るう。ホセロペス・ポルティオ大統領の人気切れに伴い、与党制度的革命党の大統領候補となる。1982年12月1日に大統領に就任。1987年11月にメキシコシティに開業したホテル日光メヒコに、ファミリー企業が51%出資した。 1988年、カルロス・サリナスでゴルタリに大統領職を譲り辞任。2012年4月1日、死去。廃気死を患い、3ヶ月間入院していたという、77歳ボーツ。ありがとうございます。